構成のジャケット構造に取り付けられたアルミニウム製の犠牲陽極、亜鉛の犠牲陽極がボートのスクリュージック直上に取り付けられている。プロナンシエーション・オブ・ザ・ワード・カタディック陰極防食法は、金属表面を化学電池の陰極にすることにより、金属表面の腐食を防止する方法の一つ。イオン傾向が火の陽極を犠牲に、化学的に電流を発生させる方法と、 直流電源を用いて、電流を発生させる方法の二通りがある。船舶や洋上風力発電装置など海水に、さらされるものの多彩塗装が困難な、鉄筋コンクリート内部の鉄筋の保護など幅広い、用途に用いられる。石金属接触腐食を逆手に取った方法。海水中や土中などの電解質中にある、非防色体よりもアルミニウム、亜鉛。 マグネシウムのようなイオン化傾向の大きい金属を接続し、両者間の電位差を利用して、非防食体に電流を流す方式。陽極は次第に腐食するので交換が必要。外部電源方式シンプルな印象的な現在の陰極防食システム。DC 電流源は、保護電気化学反応を促進するために使用されます。 陽極と非防食体の間に直流電源を設置し、常に電流を流すことで、イオン化傾向に関係なく、非防食体を保護する方式である。チタンなど腐食しにくい耐久性電極を用いることで、長期にわたってその効果を保つ。船の船体に取り付けられたガルバニック犠牲陽極で、腐食を示しています。パイプラインに接続された、空冷式陰極防食性流器。イギリス。 ウェストヨークシャー、リーズのガスパイプライン上の陰極防止マーカー。船体に見える白い反転は、アエンブロックの犠牲用局です。ありがとうございます。